改めて、血抜きタイムです。まずは脳天締めから、エラの延長線上から、硬くなっているところを鎖、その後は、エラ膜に傷を入れて、海水が、こうじゃんと入った、バケツにドボン。もうこれだけでも、かなり出血しています。無事血抜きを終えたので、氷水が入った、クーラーボックスにドボンします。この中には、これまでに、黄門旗、カンパチ、そしてこのハガツオが入りました。